いつもね、土作りは環境作りだっていう話をしてるんだけれども、それがどういうことなのかっていうのを図を用いてね、ちょっと俺のイメージしてるものを昔習ったことをお話ししたいなと思っています。で、その図っていうのがこの、ね、小学校中学校で出てくるんだよね。食物連鎖の図ね。まあ簡単に書いてるんだけども、下に植物がいて、そこにその草を食べる草食動物、まあ言うなればイモムシとか、まあそういう害虫系だよね、がいて、その害虫を食べる天敵、まあナナナホシ、テントウとかトンボとか、もっと鳥とか、もっと行くとクマとかも入ってくるかな。まあクマは草も食べるんだけども、雑食だから、なんだけども、まあそういう図があるのね。で、我々自然農法、有機農家っていうのは、この植物の部分、三角形の食物連鎖の三角形の底辺部分に、アプローチをかけて、で、この環境をより良くしていこうっていう栽培だと俺はそう思ってるのね。で、そういうふうな話をしてる人がいて共感して、俺はこのイメージを使って考えて畑の土作り、環境作りをやっています。で、まあそれどういうことなのかってことをまず書き足していくことがあるんで、今その書き足していきます。それでね、こういうイメージも持ってほしいの。植物の部分、まあ緑肥を生やしたり、あえて雑草を生やしたり、草を持ってきて堆肥にして入れたり、米ぬかを撒いたり、もみ殻を撒いたりっていうことで、この植物の部分の底辺部分、一番下の部分を大きくするっていうのが土作りの、俺らのほら草を使ってアプローチをかける土作りのね、やる方法。まあ、牛糞堆肥とか使う人もいるけれども、俺なんかは植物性だけだから、ここにこういうアプローチをかけて、まず底辺を大きくするんだ、ということを心がけてやってます。で、これが、ここの底辺をでかくすると、次どうなるかって。まあ、賢い皆さんはわかると思うけども、また書き足していきます。それで、また書き足した図がこれになるんだけども、この植物を食べる、草食の生き物、まあ害虫でもいいし、なんだ、まあ害虫だよね、要はね、草を食べるから、まあ野菜を食べないけれど、害をなさないけども植物を食べる虫も入るから、ただの虫っていうやつ、害虫とただの虫っていうのは増えるの。こうやって赤いのがね、見えづらいな、薄くてな、うん、ごめんね、それは本当にごめんね、いい感じのものがなかったから、まあちょっと我慢してもらいたいんだけども、こういうふうに中南の草食性の動物、まあ虫とかが増えてくるということになってくるのね。そしてその草食が増えれば、次その草食を食べるものが増えると、で書き足していくね。で、書き足したのがすごく汚いんだけども、上の部分ね、この部分、ティラミッドの頂点が増える、肉食の動物、まあ、七星テントウとかカマキリとか、鳥とかね、まあ、そういうさ、ここの草を食べる生き物を食べる生き物が増えてくれると、要は天敵が増えてくれると、こういう流れをとって、このピラミッド全体を大きくしようっていうことを考えて俺は土作りをしています。これが俺は環境を作るっていうことだと捉えてやってるので、それをお話ししてるわけで、で俺らができることは、まあ、この植物の下の底辺の、ね、一番下の部分を大きくするっていうことがメインなのね。だからもみ殻を入れる、緑肥を生やす、雑草を持ってきて堆肥にして入れるとか、米ぬかをまくとか、まあ、油かすとかでもいいし、大豆かすでもいいし、そういうようなものを入れて、草のものを、植物を増やすっていうのが、まず俺の土作りなのね。まあ、他にそういう考え方を持ってる人もいたから、俺らでいいんだけども、俺らの土作りなの。で、草を増やせば当然その草を分解する、まあ、微生物、まあ、ミミズでもいいし、そのイモムシでもそうだし、いろんな生き物が増えてくると。で、この部分、この赤い部分ね、ちょっと遠いから見えやすくするけども、この部分が増えて、で、今度、そういう草を食べる、まあ、害虫も含まれる、ただの虫も含まれるけども、そういうものを狙ってくる、天敵たちも増えてくる。で、大きいバランスっていうか、大きい三角ができました。ピラミッドができました。そうなると、ここの肉食の天敵がいっぱいいることによって、ここの害虫、ただの虫でもどっちでもいいんだけども、ね、が、いたずらに増えることが少なくなると。天敵によって害虫の発生が少なくなると。ね。それによってバランス取れていって、害虫の被害が結構意外とね、意外と少なくなるっていうことのお話なの。だからこういうでかいピラミッドを作るっていうことを意識して土作りやってほしいわけさ。ね。で、
ここの、じゃあ、まあ、ここを増やすと、ね、いっぱいもみ殻入れる、堆肥を入れる、草を生やすによって、植物が増えた、ね、害虫が増えた、ね、このがから害虫がいるから、ただの虫がいるから、天敵がいる。それによってバランスが取れていって、いたずらに野菜を食べるっていうことがなくなるっていうことで、それによって農薬を使う量を少なくしていけるっていうことが、まあ、それが狙いなのね。それが俺の、害虫防除っていうガチ作りになってくるわけさ。で、例えばね、この順序は、やっぱ一番がこれなの。ちょっと順序書くか。ちょっと待ってね、順番ね。が、ここが1、2、3と。もちろん土作りのアプローチで言うと、やはり1番は植物だよと。2番目に増えるのは草食動物で、最後に増えるのが3番目で肉食の、天敵のやつらだと、ね。これを逆にね、天敵だけ持ってくると、七星テントを、アブラムシを防ぎたいから七星テントを持ってきましたって持ってきたとしても、ね、このただの虫とか害虫、アブラムシが少なければ、テント虫って移動できるじゃん。だから、いや、ここ食べ物ないから、あっちに行こうっていうことになるから、ね、あとはカマキリとかいても、だ食べる虫が少ねえな、ここはって言って、いなくなってしまうわけさ。定着してくれないっていうことになるし、ここに、じゃあ害虫をまず持ってこようか、こいつの餌になる害虫をまず持ってこようかって、まあそういうアプローチする人はいないと思うし、少ないけれども、持ってきたとしても、この植物が少なければ、あれ、ここに植物、食べ物がないじゃないかって、ここ俺らにとって適当な場所じゃないな、じゃあ移動しようかなってことでまた定着しないわけさ。だから、この底辺に当たる、底辺とも一番悪い意味じゃないよ。この三角形の底辺、一番重要なところのね、土台になるところだから、この植物を増やしましょう。だから、草を刈るのも、ちょっと待ってから刈るとか、時期が来てから刈るって、その草もゴミに出すとか、じゃなくて、堆肥にして土に戻しましょう。枯れ草として通路に敷いて、その下で生き物たちが生きられるようにしましょうとか、で米ぬかを撒きましょう、もみ殻を入れましょう、そういうことはを喋ってるのはそういうことなので、だから順番は絶対この植物の部分、底辺、三角形のピラミッドの生態系のピラミッドの底辺をまずいっぱい力を注いで入れておいて、その結果かそこを食べようって集まってきて、タラの虫とか害虫、2番目の草食動物が増えて、それが増えてきて、まあ最初はね、ちゃんと虫食いとかね、害虫のね、被害は出るかもしれないけど、そこを耐えて待っていくと、この天敵がね、カマキリとかの卵を持ってきて、まあうちやってるんだけども、やると、あ、ここ、食い物がいっぱいあるじゃないか。天国だなって言いついてくれて、ここも大きくなる。こういうことを俺は言ってるの。ちゃんと通じてるかどうかね。ちょっと難しいかもしれない。難しくはないと思うんだけどもね。ちゃんと網羅できてるか、自分でちゃんと伝えられてるかどうか、ちょっと自信ないかところもあるけれども、まあ、こういうイメージ。ここがもともとあった、我が家の畑の生態系だったんだけれども、まあ、家庭菜園ね。だけども、ここだけ、俺はここだけを重点的にね、底辺の部分、ね、植物の部分を定的にね、米ぬか入れて、もみ殻入れて、草を生やして、堆肥を入れてっていうことをずっと5年、6年、7年ぐらい繰り返してきたら、こういう風になってきたのね。大きくなってきた。で、今は本当に肥料ってものは、まあ、最低限ね、培養の有機っていう有機ジャスで認められてるものを、入れて、サポートで入れて、やんとかやってるっていう感じですね。米ぬかとか魚かすでできた肥料ね。あれをちょこっと一握り、ね、ワンシーズン入れるっていうだけでなんとか取れてると。まあ、それも入れてるものはナスとかそういう肥料食いのやつだけだから、他の普通のものはね、小松菜とかでも、かぼちゃとかでも、きゅうりでも、ピーマン、トマトでも、なんでもね、他は使ってない。本当に肥料を食べる、ナスだけに使ってるような状態です。で、このピラミッドができてきた、ね、できてきたかどうかっていうことを判断する、ね、そういう材料もあるんだけれども、まあ、ここまで話してくれば簡単な話なんだけども、これがね、まず俺らはここだけやる。もうこことここはもう見ないで、ここだけアプローチすると。ね、そうすると、虫が、ただの虫とか害虫が増えてくるわけだ。イモムシ増えてきたなとかもあるんだけども、そうすると今度、近いうちにこう肉食の生き物、カマキリとか、クモが一番最初に増えたね、うちでは。ね、クモの巣がいっぱいできてさ、体にまとわりついてさ、わい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 、どうすんじゃこれと思いながらも、作業してたんだけども、まあ、クモも、ね、害虫を食べてくれる、ただの虫を食べてくれる天敵なんで、クモがまず増えてくると。そういうふうな生き物を見て、判断してほしいのね。
雲がいっぱい増えてきた、オカマキリも出てきた、ナナホシも増えてきたなって、テントムシね、ナナホシテント、二重ヤホシはジャガイモとかナス科を食べる害虫だからここに当たるんだけれどもね、二重ヤホシはここ、ナナホシテントはここっていう感じで、そういう生き物を見て今のピラミッドがどこがね大きいのかっていうのが分かってくるのね。まだか天敵が少ない時は、3番の、肉食の生き物が少ないピラミッドのがまだ完成してない状態だなと、もう少し草を入れようかなってね、あくまでもアプローチするのはここだけだから、ね、ここは自然と増えてくる。で、環境が極まってくると、今我が家の家庭菜園、これカメラの向こう側なんだけれどもね、反対側なんだけれども、で起きてる現象っていうのが鳥が増えてきます。本当にスズメとか、まあ、カラスも来るし、ハトも来るから、ハトは大豆食べるし、カラスもちょっといたずらするんだけども、彼らみたいな鳥っていうのは移動するスピードが速いじゃん。本当に食べるものがあるところに優先的に移動して、あちこちあちこち行くんで、彼らが集まってくるっていうことは、かなりここの草食のね、まあ、害虫のあったり天敵だったりっていう生き物が、要するに餌がいっぱいあるいい環境になってきたとね。だから鳥がやってくるっていうことは、それだけ環境がでかいピラミッドができてきたっていうふうに思ってほしいなと思います。まあね、豆が食べられるとかいたずらされるっていうこともあるけど、まあそこは別々で、またね、あの豆だったら育苗して植えるとか、あとはなんだろうね、膨張して糸を張って対策をするってことをすればいいんで、鳥が来たってことは、こう土作りがうまく進んで大きいピラミッドができたっていうことは、土ができてきたんじゃないかな、環境ができてきたんじゃないかなっていうことは、土、その底辺にあたる土の部分が植物と土ね、ここができてきたんじゃないかっていう判断をします。俺はで今その状況になってるのが我が家の畑なのね、庭の畑ね。だからそういうふうなことで、こういうピラミッドをね、一部イメージしてもらえればいいかなと思います。でこれをね、だからこれでここ増やそう、ここ増やそうじゃなくて、本当にここ草をいかに増やすか。ね、もみ殻、米ぬか、緑肥、雑草伸びてきたのを捨てないで土に戻すっていうのをひたすら続けてもらって、ね、うちももう今、ほんと7年目になって、ようやっと鳥とかも来て、いっぱい環境ができてきたなってことで、本当に肥料食いのナスとか以外は、完全に無肥料で栽培できるようになってきましたんで、ね、まあ、ナス苦手なんだけどね、できるようになってきましたんで、この三角形を意識して、畑作りを、ね、土作りをしてほしいなと思います。本当に。環境作りっていうのはこういうこと。大きいピラミッドでいろんな生き物がいるよっていうこと。これを忘れないでほしいなと思います。ね、これを忘れて、例えば植物入れないで、ね、まあ別に批判するわけじゃないけど、化学肥料だけやって、で、除草剤をやってしまうと、この草食のも邪魔だからって、あの、農薬でね、殺虫剤をかけてしまっていなくなってしまえば、ここの肉食のやつらも、まあ、殺虫剤で死んでしまうし、もともと来るわけもないわけさ。で、急にやめると、この植物は一気に伸びてくると。で、その植物をめがけてこいつらがやってくるって、肉食がいない、環境ができてないから、害虫ばかりになってしまうって、また別の動画でお話ししようと思うけど、リサージェンスって。ね、薬をまいていた前よりも、かえって薬をまいてやめたらかえって虫が増えてしまったっていうような状況が生まれてしまうんで、いかにここにアプローチをしてガンガン草を入れて、植物を入れて、この生き物害虫だけでも増やして、この肉食も増やすっていうようなアプローチ、土作りをしてほしいなと思いますんで、まあ、ちょっと長々とね、ダラダラと、俺早口な人だから、ちょっとね、早かったかもしれないけれども、これで俺の土作りのイメージ、概要だよね。これ細かなこと、何をする、これをするっていうのは、また動画で別々細々とあるんだけれども、大きなところは、こういうことを考えながらやっていると、日々。土作りをしているっていうことなんで、まあ、参考になったらいいなと思って、今回動画にしましたんで、ぜひこの植物、農薬とか化学肥料を使ってても、この植物を入れることは忘れないでほしいなって。化学肥料とか農薬使えば簡単だよ、楽だよ、資材屋に聞いて、種屋さんに聞いて、これ入れればいいよっていうのをやってればできるんだけども、ここをねぜひやってほしいし、堆肥とか重いからね、もう体も疲れるし大変だし、ね、面倒なんだけども、除草剤撒けば終わることも、草刈りをしてわざわざ運んでどうのこうのっていう大変な作業なんだけども、ここねぜひぜひぜひ、ね、植物を畑の中に取り入れる、
刈った草を入れる、堆肥を入れるっていうことをやってほしいなと思います。もみ殻と米ぬかがおすすめなんで、ぜひやってみてほしいなと思います。